めちゃめちゃ綺麗な機械になってて難しい。あれ今紙がどっかに出た。あれ、あ、落ちてた。危ないです。これ駐車場の照明。ダッシュボードの見えるところに貼っておかないと駐禁取られちゃうんで、これで60分まで、これで OK です。じゃじゃーん、やってまいりました。久々に大正軒にやってまいりました。久々だけどミヤンミヤンと大正軒、完全に外にお店が出来上がってます。すごいね、これ会計も全部別々でできる。これマグノリアと同じシステムです。たこ焼きお好み焼き、お好み焼きなんだよ結局悩むけど特製つけ麺じゃない。シャジタマつけ麺、混ぜそばとかもめっちゃうまそう。お肉じゃなくて上のトッピング、チャレンジするのかいつもの安定感を取るのか。今絶賛混ぜそばにするかどうかで悩んでおります。混ぜそばとつけ麺、あなた好きなつけ麺はつけ麺私は混ぜそばにするってこと別に2人が混ぜそばにしないと思うけど、今混ぜそばにするかつけ麺にするか今絶賛議論してたんですけど混ぜそばってどういう系ですか。混ぜそばはあの煮干しのフレーバーがちょっと、油そばはちょっとガーリックヌードルみたいな感じなんですけど、はあ、混ぜそばはあの煮干しの油を使っててちょっと魚系のフレーバー、魚系のガーリックヌードル。そうです。じゃあそれ試してみます。バイ。ご無沙汰。ご無沙汰か。そうだね。餃子来た。じゃあ我が家もいただきます。こうやって曲がるところをこうやって見てたら、あの池さんなの。もうパスポートがないっつってめっちゃ焦ってるの。早く早く信号早く信号 YouTube 見ながら、あ、ここで見たなんで朝からあんなに疲れなきゃいけないんだろう。なんかさ、私も久しぶりにドリケンの人の YouTube 見てどこで気づくんだろうと思って見てて、結構なんかだいぶ行ったところに気づいてさ、あと5分10分ぐらいでもあれ話してて気づいたじゃないですか。そうだから良かったんですよ。動画撮ってなかったら絶対気づかなかった。喋ってて、あ、ないって。パスポートのとかって言ったら、あ、パスポートねえの。そうなんだ。そう。へー。いや、結構なんか一人で喋ってると思いつくこともいっぱいあるんですよ。そのなんか整理されるから。あれ結構なんかいいことがあって。そう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 。声に出してるから、なんかそこでアイデアとか出てきたら。まさかパスポート見つけるとは。いやだってなんか時間ちょっとでも遅れたら受付は無効になることがありますとか、いろいろいっぱいこう注意書きが書いてある。おお、これが混ぜそば。めっちゃ美味しそうなんだけど。わあ、すごい。お酢を好みで。やばいねこれ。ね。これどうやって食べるんだろう。もうガーって混ぜんのかな。混ぜっつってるぐらいだから。混ぜそばだから。うん、じゃあどうぞ。もやしトッピングした、あ、うちもやしトッピングしたからよかったな。あーすごい、もやし盛り満載。 Thank you。 おー来たー、混ぜそば今1個一口もらったけどめっちゃ美味しいです。でも私はつけ麺完食。混ぜそばちょっとハマりそう。美味しかったです。明らかにハマってんなって思った。だからね、ネギのね食感とかすごい良かった。あとこれ何気にお酢が重要です。ちょっとこれかけるだけでまた味が変わってめっちゃ美味しかった。いや食べた、めっちゃうまかった。さあちょっとこれから本当はこのスルキっていうスーパーで刺身を買う予定だったんですが、なぜかこれってもう前からこんな早く閉まるの。ね、まさかの5時閉店っていうことで来た時にはもう閉まっていたっていう、これショックでかいね結構。虹屋、ね、湯気そうだ、牛乳めっちゃいっぱいある。おー来た、
おお来たすげえ、これは売れるってなったすげえすげえ、あ、確かにこれ 箱買いできるよ。めっちゃネズミさんめっちゃ買ってるやつ、これすごい、箱で買ってみよう、これこれを、うん、箱買い、はい、はい、すごい、梅酒用の瓶売ってます。残念、みょうが売り切れです。いや、2個でいいんじゃない、結構2週間でなくなったよ。もううち麦茶の商標今すごいから ね美味しいじゃん、うん、だから、あー、なにこれ、ピザビズサマンゴリ、買ってみる、おー、いいね、サマンいい、ピザマン大好きピザ嫌いなのにね、嫌いなわけじゃないよ1個でいいかな、あ、2個買おっか、うん、ピザ嫌いなわけじゃないから美味しくそんなになんかそうでもないなっていう、むしろこの塩麹唐揚げめっちゃ気になる、なに、どこ買おうよ、どれどれ、これ。あ、本当だ。いいんじゃない？二個だ。二個？ピザマンこっちになった。てかなんか隣に、うん、あ、カレーマン。じゃないじゃん。カレーマンも買ってけば。三個。てかいっぱいあるね。アンマンとか、うん、いっぱいあったけど、まあこれこれか。バーベキュー、うん、うん、いいんじゃない？はい、これで。やば、買いすぎ問題、はい、合菜が満載、例によって買いすぎ問題、これで一回戻そう。はい、ということで今日はですね、ちょっと突発的だったんですけども、あの昼間はずっとあの例によってお昼ぐらいまで寝て、午後から活動しだして、でも家でダラダラしてて、なんかどうしよっかな、また散歩行こうかなみたいにダラダラしてたら、宮川家から連絡があって、ちょっとなんか、集まらないみたいな声かけてもらったんで、じゃあちょっと大正軒行こうかってことで、久々に大正軒行ってきました。いや、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、今回はちょっとこの α7S3 に、このアントンバウアー、例によってこれつけて、これつけとくと何がいいって、まあ低重心になって、比較的、まあそれでもやっぱ結構手ぶれはちょっと気になった方もいらっしゃったかと思うんですけど、まあそれでも比較的こう安定するのと、あとバッテリーを何せほとんど気にしないで運用できるんで、まあ、この α7S3 も今日は比較的長回し気味にちょっと撮ってみて、もうバンと置いて、できるだけもう電源はもう本当に切らずに、基本的に電源は切らずに録画も結構回すみたいな、ちょっとそういう今までにない撮り方を、まだちょっとね、なんか試行錯誤してるところがあって、まあいろいろちょっと慣れない点とかお見苦しいところもあると思うんですけど、少しこう新しいこう、Vlog スタイルを見出すために、試行錯誤しているということで、ぜひ温かく見守っていただけ、いった温かく見な、見ま、ダメだ、温かく見守っていただければと思います。ということで、最後に、今日は最後のね、開封ネタはこれなんですけど、これあれだと思うんですよね、ついに僕もう半年以上だと思うんですけど、この新しいレーザーの、ドリキン2021年デスクトップゲーミング PC 作りましたが、このモデルに本来、搭載したかったものがどうしても一つだけ手に入らずに、今の今まで来たやつがついに来たはずなんですよ、これが。ただ結構今僕ドキドキしていて、明らかに軽いんですよね。あれだと思うんですけど、ちょっと最後にこれだけ開封して、今日の動画に変えさせていただきたいんですが、
本当かな。だってサイズ的にはサイズ的には明らかに箱一緒ですよね。この箱の全く同じサイズなのに、これかなり重いんですよ。なんかいろいろ入ってて、まあもちろん中身はすごいちっちゃいものなんですけど、これカラッカラなんですよね。本当かなと思って結構ビビってるんですよね。あの普段買わないようなところで買う時のこのオンラインの緊張感半端じゃないんですけど、ちょっとこれ真面目にビビってます。いきます、開けます。あ、そうなんです。え、じゃじゃん。そうなんだ。あ、本物が来ました。これあのライゼンの、3900X っていう3000番台の何世代目かがいつも分かんなくなっちゃうんですけど、 3900X 一個前の世代の、まあ、ライゼン、これライゼン9ですね。ライゼン9って一応ハイエンドモデルで、この上に 3950X っていうのがあるんですけど、まあそれでも、これもかなりこう CPU 性能高いやつですけど、その上のまあ、5000番台ですね、今のライゼンシリーズの最上位モデルの、さらに最上位モデル、あ、ライゼン9の中のさらに最上中の最上みたいな、一番上の 5950X、これがどうしても欲しくてずーっと待ってたんですけど、最上中の最上位の箱ってこんなシンプルなんですね。待ちわびて、ちょっと一応開けてみます。じゃんと、これ本当にこんな箱、水増しされてて、中に入ってるのはCPU だけ。あ、そうなんですね。まあ、もともと物はこれだけなのに、なんでこんなにでかい箱。まあ、これはファンとかが入ってて、一体型なんです。一体型っていうか、その、同梱されてたんですけど、まあ、使ってないんですけどね。これの、結局、純正ファンうるさかったり、冷却能力。これもまあ、物はこれだけですよ。CPU 自身は。それに、まあ、中に、このでかいファンが、一度も未開封のファンが入ってるだけなんで、まあいらないっちゃいらなかったんですけど、でも、5992は CPU だけでした。これだけが入った、ついに最新世代の、最強ライゼン9チップが手に入ったので、ちょっと近日にデスクトップ PC をアップグレードして、本来狙ってた、このゲーミングデスクトップの性能をついに、解放したいと思います。今日の朝、と思って、あ、そうだ、グリスカーナイトって CPU を頼むときに、あ、グリスをちょっと今時の一番いいグリスなんだろうって調べて、いいの見つけて注文しとかなきゃって、もう最後の、もう届く前に頼まなきゃって思ってたのに、すっかり忘れてて、今届いて、あって思って、今朝注文したんで、多分、一応つけて出してめんどくさいんで、月曜日ぐらいに届くはずなんで、そしたら、ちょっと2日ぐらい、お預け状態なんですけど、来たら開けてみようと思いますので、ちょっと温度がどのくらい変わるかとか、パフォーマンスベンチ変わるかあたりも、まあちょっとレビューできればなと思ってますので、お楽しみです。